お客様に礼、ね、よろしくお願いします。バント2017流儀佐賀ために戦う。必ず勝ち、敵にすれば必ず負けると言われた伝説の鉄砲使い雑賀孫一である。この出会いが二人の運命を変えていく。姫に何かがあれば俺はすぐにでも駆けつける。ただ仏の恩に報いるために命を捧げし門徒たち、見事な生き様に、心は震える。我は門徒を助けるために戦うのに、誰にも止めさせぬ。真鍋海賊率いる信長の軍に立ち向かったのは姫と孫一を筆頭にした雑賀党であった。この出陣が味方に届き、沸き起こる兵たちの叫び、決して勝負を捨てる姫の流儀、置き忘れてきた諦めの心、一途な思いが騎手を繰り出す。誰はばかることはなし、思うがままに生き抜いていけ。バント2017流儀